人から4人に1人は花粉症と、この大気汚染物質に花粉がこうくっつくことによって中毒花粉というものに進化した。皆さんこんにちは、ブルバナラボ薬剤師の須磨川彩音です。今回は前回に引き続き花粉に関するお話をしていこうと思います。花粉が引き起こす体への影響について少し深掘りしていこうかなと思っています。これからの時期、花粉が本格的に飛んでくる時期になりますが、皆さん対策は大丈夫でしょうか？本当にですね、今は日本人の3人から4人に1人は花粉症と呼ばれるぐらい花粉人口ってすごく多くなっています。これなぜかというと、一つの要因として花粉が飛んでくる時期っていうのは同時に大気汚染物質、黄砂とか PM2.5 とかそういったものが大陸からこう飛んでくる時期になります。同じ時期にこう飛んできてしまうので、この大気汚染物質に花粉がこうくっつくことによって強力花粉というものに進化してしまうと言われています。でこの強力花粉になることで花粉症の症状がさらに悪化してしまう、花粉症の症状が出やすくなってしまうということが分かってきています。近年はもう大気汚染物質の量もどんどん年々増えてきているので、どうしても花粉症の方も増えてきてしまっているっていう現状があります。では皆さんご存知だと思いますが、花粉症の症状を簡単におさらいしたいと思います。まず一つ目が目の症状、目のかゆみとか涙が止まらなくなったりとかっていう症状がありますね。で二つ目が鼻の症状、鼻がムズムズして鼻水が出る、くしゃみが止まらない、そういったことが起こってきます。それから三つ目が喉の症状、喉の痛みや違和感、咳などが起こってきます。で、まあ、これらが一般的な症状なんですけれども、この症状に付随して、まあ、眠りが浅くなったり寝つきが悪くなったり朝なんとなくだるくなったりとか、あと集中力が低下してしまう、口呼吸になることによって喉が乾燥してガラガラしてしまうという方もいらっしゃいます。本当にですね、花粉症の方って毎年毎年こういった症状に悩まされている方すごく多いのではないでしょうか。まあ、これらっていうのは花粉によって引き起こされる一般的な症状なんですけれども、近年は花粉によって肌荒れを引き起こしてしまうっていう方もすごくたくさんいらっしゃいます。花粉症皮膚炎なんて呼ばれ方を最近はしていますが、やっぱり目の周りとか口の周りとかそういったところがかさついてきたり、もっと炎症を起こしてしまうっていうことが起こってきます。でこの花粉症皮膚炎っていうのはもともと花粉症の方とかアトピーをお持ちの方とかそういった方が発症しやすい症状にはなってくるんですけれども、やっぱりもともと花粉症がない方でもこの時期っていうのはお肌がちょっとデリケートになりやすい時期になるので、こうした皮膚炎を起こしてしまう方って増えてきています。なので花粉症じゃないから関係ないわではなくて、皆さん一人一人がこうケアをしていただきたい時期になってきます。そもそもこうした花粉によって引き起こされる肌荒れっていうのはなぜ起こってきてしまうのかというと、まあ、角質のこうバリア機能が低下しているからなんですね。で、まあ、お肌っていうのは本来こうバリア機能っていうのがあって、外から異物が侵入しないように守ってくれるような役割をしているんですけれども、やっぱりこのバリア機能が低下してしまうとどうしてもデリケートに傾いてしまうということが起こってきてしまいます。やっぱり花粉症以外でお肌のトラブルなどがある方は特にですね、バリア機能がそもそも低下している方が多いので、そうした方がこう花粉に肌が触れてしまうことによってさらに症状が悪化してしまうということも起こってきます。なので皮膚のバリア機能を回復させておくっていうことも花粉症皮膚炎から肌を守ることにつながってきます。で昨年からコロナ禍でこうマスク生活になっているので、今年も皆さんマスクによってこう肌がごわつきやすいとか肌がデリケートに傾いている方ってすごく多いと思います。その中で花粉などの異物による外からのこう刺激によって肌がさらに荒れてしまう、今年はもう例年以上にこうケアをしていただく、花粉対策をしていただくっていうことがすごく重要になってきます。
で花粉症とかアトピーとかこういった、まあ、一型のアレルギーと呼ばれるようなアレルギー症状っていうのは免疫の機能が関わっているものになります。で花粉と免疫ってあまりこう結びつきがないように感じられるかと思いますが、免疫を整えることが花粉症の対策にもつながってきます。今はこうコロナ禍で免疫を高めましょうとかいろんなところで耳にする機会があると思うんですけれども、ぜひですね、免疫を整えることを意識していただきたいなと思います。免疫を整えるっていうことはイコール生活習慣を整えることにつながります。毎回のようにお伝えしてるんですけど、生活習慣を整えることが免疫を整える一番の近道になります。いろんなものがこう飛散してくる時期こそ免疫を整える、生活習慣を整えるっていうことを意識していただけると良いかなと思います。ウルバナラボでは美容や健康に関する情報をお届けしています。グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。